もう君何やってんのもう。どうも皆さんこんにちは、星野ゆです。うちの台所にはいっぱいハエが住んでるんですけど、なんか今カメラを回したらなんかみんなどっかに飛んでっちゃったんですけど、今家中をね飛び交っているハエがねめちゃめちゃいっぱいいるわけですよ。で私はねちょっと怒っているので、今日はハエとねハエにねちょっとお説教してやりたいなと思います。今ここにね1匹いるんですよ。このコードにね捕まってるやつ、映んないかな、これですね。映んないな。ちょっとね君さ何してるんですか本当に。ここ人ん家なんですよねえ、別にさいやここにもいる。うわーほら飛んだ飛んだ、映ったかな、ほらほらほら。もう本当にここ人ん家なんですよ。いや私もよく知らなかったの、マジでごめん。それは最初のねなんか経緯は私が謝りたいんだけど、こう何食べ物のねついた皿とかフライパンとかをこの流し台に置きっぱにしてたんですね。それがハエの世界だとなんかうちにおいでっていうサインになるんでしょ。それは私はねそのハエの世界の常識を知らなかったのだから、それはごめん。だから勘違いなんだって。そういうね私が君たちをね招いてうちにおいでって言ってたわけじゃなくて、そういう意味はなかったんだよ、ごめんね。なんかただ面倒くさくて食器とかねそういうのをそのままにしちゃっただけなんだよね。だからごめん許して。でちょっと勘違いでうちはねみんなをうちに来てほしいなとか思ってないから、ちょっと悪いから出てってほしいんだよね。ね申し訳ないんだけどさ、出てってくれないかな。ダメ？じゃあ他の家を探してきてくださいって。いやそんなそこまで私はそこまでの義務を負ってるんですから。だって別にペットじゃないじゃん。なんで勝手にさ不法侵入ですよ、不法侵入ですよ、不法侵入。不法侵入は人間にしか適用されないってよく知ってるな。そうね、そうまあ確かに法律上はねそうですけど、そうか、しょうがないな。あ、そうか、別にな、特別餌を用意しなくてもいいからってね。でもそれ勝手になんかさ、その辺のなんかいろいろ食べてるわけでしょ。まあいいか、しょうがないな、ほんと。でも1個約束してほしいんだけどさ、この前さ私がさパスタ作った時あったじゃん。パスタの上にソースかけてさ、その台所にさ30秒ぐらい置きっぱにした時さ、君たちさみんなしてさそれの上にさ乗っかったよね。そういうのはさやめてほしいんだよね。何食べ終わった後の皿からはなんか食べてもいいけどさ、私が食べる前のご飯をさなんか勝手に食べるのやめてもらっていい？それだけ約束しよう。そしたら別にいいよ。じゃあうちにいてもいいからね。あとさ、お願いしたいんだけどさ、このさ、家の周りをさ、こうブンブン飛び回るのやめてもらっていいかな。いや別にまあ、私一人の時はいいんだけどさ、もしさ、家に友達とか来た時にさ、なんかこう、ブンブン飛んでてさ、星野の部屋って、ハエばっか飛んでんだねとか言われたら嫌じゃん。友達いないじゃんって。まあ、そうか。じゃあ、いいか。いいや、別に飛んでてもいいや。もう、そうか。じゃあちょっとまあ、わかった。しょうがないから、しばらくは家にいていいけどさ、あとあれだよ、ほら飛び回ってるとさ料理動画を撮るときにさ邪魔なんだよね。しばらく料理動画撮れてないのはさ君たちのせいなわけ。君たちがこう私の活動を阻害し、この台所をね占領することによってこう料理動画っていうね楽しい動画が撮れなくなっちゃってるわけですよ。だから頼むからさ、じゃあ分かった、料理動画撮るときは君たちはもうここキッチン離れてリビングに移動してくれる？ OK よし、じゃあそういう約束ね。OKOKOK 分かった。じゃあもうしょうがないからいていいですよ。もういいけどもう迷惑かけないで。じゃあ分かった、仲良くしようね。はい、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。大人気星野 T シャツが、今日の23時59分までの期間限定で、夏の T シャツセールに合わせまして特別価格で、ご購入いただけますので、ぜひぜひこの機会を見逃しなく。1年に1度だと思うセールなのでよくわかんないですけど、とりあえずですね、1000円ちょっとで、こちら買えますので、ぜひぜひですね30色ございますので、ぜひぜひこの機会に皆さんがこれがいいなっていうお好きな色を、お選びの上ですねおまとめいただければなと思います。ということで今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。